ケルビン・ウーキン・シウは、香港の投資家、実業家。香港証券取引所上場の資産管理、戦略的投資会社である、エイド・パートナーズ・テクノロジー・ホールディングズの創業者であり、会長兼最高投資責任者を務める。エイド・パートナーズ・テクノロジー・ホールディングズを創設する、以前は、インベステックグループのアジア統括し会社である、インベステック・アジアの代表取締役及びチャイナ、 エヴァーブライトキャピタルの取締役を歴任。2018年1月現在、イスラエルのゲノム解析情報サービス会社、ジニソートリミテッド、香港のエンターテイメント会社 HMV デジタル、チャイナグループリミテッド、シャンワイキャピタルパートナーズの社外取締役を務める。加えて、iFuture の創設者、早稲田大学さんジョイン、香港中文大学のスタートアップインキュベーション。 センターのドナーでもある。香港中文大学で経営学の学士号を取得、大阪外国語大学で修士号を取得した後、1994年に香港貿易発展局に入局。1996年、BNP プライムペレグリンキャピタルで、投資銀行でのキャリアをスタートさせ、トム集団やセガ、コム等のメディア IT 関連企業、中国地方国有企業の不祥法人の、 IPO の引き受けに従事。2000年、セガ・コム・アジア・ネットワークスの最高執行責任者、コア・パシフィック・ヤマイチ・キャピタルの取締役に就任。2003年、チャイナ・エヴァ・ルバイト・キャピタルの取締役に就任、投資銀行部門及びプライベート・エクイティ部門を設立。2005年、インベステックグループのアジア統括司会社である、インベステック・アジアの代表取締役に就任。 2007年、モーリス・アール・グリーンバーグが運営する、CV スター &CO、インベステックグループ等からの出資を受け、プライベートエクイティファンドのエイドパートナーズ一応設立。2008年、オレンジスカイエンターテインメントグループと共同で、ブルース・リーやジャッキー・チェンの映画を世に送り出した、映画制作会社ゴールデン・ハーベストを買収。2011年、ハング・オーバー、ダークナイト、 インセプションを制作したレジェンダリーピクチャーズに投資し、同社との合弁会社レジェンダリーイーストを設立。ケルビンは同社の初代 CEO に就任。2013年、ハリーポッター、アイアンマン、インターステラ、X メン、ゴジラ等の映画制作で実績のある 3D 映画制作 VFX 会社のプライムフォーカス、ワールドと中国合弁会社を設立。 同年、倒産した音楽小売りチェーン HMV の香港及びシンガポール事業を買収。加えて、中国で同チェーンを運営する権利を取得。ケルビンの主導化で HMV は、韓国の芸能事務所との提携や飲食店舗の取り込み、インストアライブの開催、LP レコードの販売、オンラインを音楽ストリーミング等の新しい取り組みを、はじめ、 同チェーンは最先端のライフスタイル製品を扱う複合小売チェーンとして生まれ変わった。2014年、新しいコンセプトに沿った2階建ての HMV 新店舗を香港の中間で開業。2015年、ニューヨークのブルックリンをイメージした約3700平方メートルの HMV フラグストアを香港のドラワンに開業。同年、 独立系ベンチャーキャピタルのウィルから HMV アジアに7000万香港ドルの投資を受けた。エイドパートナーズは HMV アジアを香港上場の制作会社チャイナ 3D に売却し、同制作会社の筆頭株主となった。一連の投資の結果、エイドパートナーズは映画制作、映画配給、映画館運営事業、芸能プロダクション及び、 関連商品の小売業をまとめる垂直統合型のエンターテイメントプラットフォームを参加に収めることになった。エイドパートナーズテクノロジーは前述したプライムフォーカスワールドへの投資以降、積極的に IT テクノロジー関連企業への出資、及びそれら投資先の運営に注力している。2014年、世界で5000万以上のダウンロード数を達成した女性向け RPG。 モバイルゲーム、スターガールを買収。2015年、8000万以上のダウンロード数を誇る中国拠点のゲーム配信プラットフォームであるビソウを買収し、モバイルゲーム事業へ参入。ビソウは、社員20人のスタートアップから社員150人以上の大手ゲーム配信会社へと成長。2016年、ロボット工学、仮想現実、複合現実、 人工知能及び医療技術を中心に世界規模での投資を進めるため上場投資会社の社名をエイドパートナーズキャピタルからエイドパートナーズテクノロジーへと変更。同年自動運転車の開発を行うシリコンバレーのロボティック会社であるズックスに3000万 u s ドルを投資した。現在、エイドパートナーズは本社の香港に加えてシリコンバレー、ロサンゼルス、 ロンドン、東京、ソウル、北京、シンガポールを含む都市に13のオフィスを持つ。なお、日本法人として、エイドジャパンを設立し、ケルビンは代表取締役会長に就任。カンパニー、オーバービューオブエイドパートナーズキャピタルリミテッド、ブルームバーグビジネスウィーク2014年10月28日、閲覧。ゴールデンハーベスト、 www.osgh.com.hk 二千十六年七月十三日閲覧。レジェンダリーイーストレージズ二百二十点五ドルミリオンスルーインベストメント。フロムポールワイエンジニアリンググループ二千十六年七月十三日閲覧。ボドリーノット、ログービル、エードパートナーズキャピタルピックスアップ。ステークインプライム、フォーカスワールド二千十六年七月十三日。 閲覧。ロビンソン、ダンカン、スポーツダイレクトバイズリパブリック。ファイナンシャルタイムズ、一瞬0307から1766、2016年7月13日、閲覧。HMV リインベンテッド、ライブミュージック、バー、レストランモアットニューコーザウェイベースとは2016年7月13日、閲覧。チャイナサンディデジタルフォームズ。 ストラテジック・アライアンス・ウィズ・エイド・パートナーズ・アクワイアーズ81.63%オブ・ HMV アット・エイ・コンシダレーション・オブ・ HK408 ドル・ミリオン・チャイナ・マネー・ネットワーク・デイリー・ニュース・オン・チャイナ・エス・プライベート・エクイティ・ヘッジ・ファンズ・アンド・ベンチャー・キャピタル・インダストリー2016年7月13日閲覧。トともしンエイド・パートナーズ・フリーリアル・タイム・ストック・クオート エコノミックスニュース、ET ネット、www.etnet.com、HK2016 年7月13日閲覧。ラムゼイ、マイク、シリコンバレードライバーレス、カースタートアップレイジズフレッシュキャピタル、ウォールストリートジャーナル、一瞬0099から9660、2016年7月13日、閲覧。ありがとうございます。